はい、日本酒いろいろあるんですけど、はい、お料理に合わせて少しずつお持ちしましょうか。よろしくお願いします、はい、まずはじめにこちら牛乳と生クリームとトウモロコシから作りましたミネオカ豆腐といいます。失礼します。どうぞ。銀だらですね。最強焼きになってます。大根おろしと一緒に召し上がっていきます。アナゴとクリームチーズの茶碗蒸しですね。スプーンで混ぜていただいて、お出汁を飲むような感じで召し上がってください。途中で味変えますので、半分ぐらい食べたらまた上に戻してください。くれぐれも全部食べないように気をつけてください。茶碗蒸しにシャリを入れます。シャリ、シャリとこう自家製の海苔醤油ですね。でこれでちょっと混ぜて食べていただくと、今度は海苔の海苔醤油地鯛という鯛の幼魚になります。身は軽くお塩で締めまして、あらめはいびきしたいと思います。シャリの皿に、途中でお腹いっぱいになってたら言ってもらえば、そこから小さく切ります。逆に足らなければ、あの最大おにぎりまで落ちてカスゴダイです。ダメ、これ締めになります。あん肝、甘く煮て裏ごしたものを今からシャリと混ぜまして、この海苔で巻いてお出していきます。こちらうちで始めたので、名前を付けさせていただきまして、あん肝にはプリン体がたっぷり入っているので、プリン巻きって名前でお出ししてます。とっても体に悪い食べ物だと。私はうちで始めたので、やはり元祖ってことが言いたいので、3年前の12月商標登録取らせてもらいました。元祖になってます。こちら今日一番の撮影ポイントになってます。こちらから一番にグーッとお出していきますので、自分たちの前に来た時が撮影ポイントになりますので、興味のある方はちょっとカメラ準備していただいて、興味のない方はもうスルーしてもらって構いません。断る権利もあります。強制ではありません。半強制になってますよ。半切り目の以上だ。はい、よろしいですか。はい、いきますよ。はい、ありがとうございます。プリン巻きです。おー、すごい。あん肝とスイカの奈良漬けが相性いいので、お好きなタイミングで召し上がってください。こちらのこの、これ合格だ。この合格浜鯛の昆布締めですね。こちら4日寝かせまして、昆布は3日目です、はい、3日寝かせた昆布締めは3日ですね。身の方だけ浜鯛の昆布。今からお出しするのは港区巻きというものをお出しします。ちょっといやらしい名前がついてるんですけど、こちら、一番下は北海道文化湾産の毛ガニですね。その上には北海道産のバフン、その上には静岡県産のフレッシュキャビアを載せています。こちら、キャビアがうちのオリジナルのキャビアになってまして、お塩と塩分濃度をうちで決めさせていただいて、うちのお店のために作ってもらったキャビアになります。まずはじめにキャビアだけ半分ちょっと味見をしていただいて、その後海苔を前後で挟んで召し上がってみてください。こちらに置いているのは、ただのキャビアの空き瓶です。その後海苔を前後で挟んで召し上がって、こういう感じのが浮くと、はい、ありがとうございます。はい、焼きが切って、はい、かかった。そういうことですね。で、まあ、インスタグラムと上げる場合は、ハッシュタグ港区巻きコントビというすごい香りのいいのに使ってますので、その海苔の、ね、香りもこう楽しんでみましょう。島味ですね。焼きが、こちら
ですね、お味ついてます。そのまま召し上がってください。上に乗ってる緑の薬味が当たりネギと言いまして、生姜と浅漬けをすりつぶして作った薬味になってます。ちょっとニンニクみたいな香りがしますけど、一切ニンニク入っていません。アワビと肝ソース入ってます。スプーンで混ぜて召し上がってください。塩釜のうまい。塩釜の本マグロですね。本当です。鹿児島県泉さんのアジですね。この上に乗る薬味をただすりつぶしただけで香りがすごい変化します。煮ホタテですね。あれ煮てからお茶全部話してる。昼と夜で体力のあれがある。消耗して体力を取って消耗してしまったの。僕あの見てわかるようにめちゃくちゃ運がいいんですよ。持ってるんだ。わかりますか。持ってるんですね。持ってるのですよ。僕ばっかり運がいいなって皆様に悪いなって思う、最近思うようになって、僕の運をちょっとお裾分けしようかな。運ってなんかすごい伝染するらしいんで、まあ、突然のうちに来た方がね、運がなくなってほしいなと思って、こういうシールを使ったんですよ。でこちらの皆様に1枚ずつ、ね、お配りしますので、こちらのお財布に入れていただくと一応お金が貯まる。